にちは。2020年8月19日ということでね、前髪をちょっと切りすぎてしまった私でございます。そしてね、これなんか斜めってる気もしますけれども、先日行ってまいりました、ピクシブユリ店ガールガールコレクションマーガレットということで、ここで買ったね、複製原画が本日届きましたので、こちらでございます。受注生産ということでね、9月以降っていう話だったんですけど、随分早く届きましたね。はい、これが今回の複製原画ね。DS マイルさんがお書きになっているイラストレート by DS マイルと書かれておりますので、これが今回ね、私のポイントとしては、こう服がこうなってる、わかります？こうなってる、チェック白ということで、上着か、スカートを私はこれ交換としてんじゃないかなっていう妄想ですね。まあ、この子が交換しようみたいなこと言ったんじゃないかなっていう妄想を勝手にしております。はい。絵っていうのはね、物語が詰まってるのが私は好きですね。語りかけてくる絵が好きなのでね、ストーリーが入ってる絵が好きですね。でもこうなんかね、それでいてこう、罰に、カップリングの罰も表せているのではないかみたいな、そんなのを勝手に妄想しております。で、これね、ギャランティーですね。ついております。この複製原画は著作権使用許諾を受け印刷した正規品であることを証明しますと。2020年8月18日昨日刷ったんですね。で、今日届いたという形になります。キャラファイングラフということでね、最新デジタルアートの高精細な印刷技術としてうんたらかんたらで、30年近く変色しない技術から日本では国宝や重要文化財など文化庁の通達で一般展示が制限されている作品のレプリカ制作に応用され、その品質は高い評価を得ているということでね、まあすごいプリンターを使ったということですね。だから私今回買ったのこれ国宝です。すいません、私ついに国宝買っちゃいました。はい、家の中に国宝が、ちょっと前髪マジ切りすぎてんだこれということで、あそこ開けておいたんでね、ここね、ここにちょっと置いていますかね。よいしょ。とりあえず下げるのは一回置いて、ここにね、パソコンのこう、うまいこと引っかかるんで、これでどうでしょう。よいしょ。これをカメラを上げるとこういうことですね。あー、いいね、いいね。フォーカスここに押してみる。あー、いいね、いいね。顔暗っ。これフォーカス一回切れない。これでどうやってんだ。こう今これファーウェイ P40 Pro で撮ってますけどね。あー、いいね、いいね。この部屋に入ってきた時、まあ、私がねこっちに上がるんで、こうログインした時にこうね、キラキラ光る私のテンションを上げてくれるパソコンね、このパソコンと上にさらに絵もあるっていう、これはいいですね。私の好きなものに囲まれて生きていくっていうね。これが大人でございます。価格の方が4万2000円ということで、税込みだったかな。忘れちゃった。その場で払ったんで、はい。ちょっと覚えてないです。4万2000円くらいだと記憶しております。はい。ということで、ね、DS マイルさんの、DS マイル先生のね、国宝を買いました、今回。はい。国宝です。今回私は DS マイルさんの国宝を買いました。かわいい。圧倒的かわいい。見ていただいてありがとうございます。これはね、もう手に入らないと思いますんで、欲しいなと思ってもちょっと多分無理だと思います。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。